冬の山を読む。1月のある日のこと、私は近くの山に行って俳句を詠もうと思った。それで車で10分ほどのところにある山のふもとに行ったのである。その山は1000メートルほどの高さの山であり雪をかぶり、その山から一つの川が流れ出ていた。私は10メートルほどの長さの橋の真ん中に立ち、その川のせせらぎを聞きながら山を眺めて角でも作ろうと思った。冬であるから季語は冬の山である。他には山眠るという季語がある。この季語は、冬の山の静まり返った様子を表しており。冬なら雪があってもなくてもいいが、冬山であるから雪があるという前提であろう。さて、私が見ている山は雪がまだらに残っていた。なんとなく眠る山というよりも起きそうな山のように見えた。春の季語に山笑うがあるが、笑うほどでもないのである。まだ眠っているが、起き出しそうな浅い眠りに感じた。それでこんな句を読んだ。山眠るかすかな寝息立てながら。さて、いかがであろう。これは心象の句である。山眠るが心象であるので、そんな句ができるのである。本当にそんな状況なのかよく山を見た。これはどうも違うなと感じたのである。それで橋の上から山を眺め、次の句を読んだ。眠る山水をさらさら流しおり、どうであろう。これは写生俳句のつもりであるが、ここに冬の山の感動が表現されているであろうか。これも違うなということで、次の句を読んだ。冬の山清く正しく美しく、宝塚風の句である。だんだんと集中力が切れてきたのであろうか。いやいや無理をしてでも作り続けよう。冬の山三つ並んで眠りおり、だんだんと嘘も混じってきたのである。目の前には三つも山は並んでいないのである。だが文学には虚は付き物なので、それほど非難はされないであろう。眠る山静かに静かに眠りおり、もうすでに句を読む力がなくなってしまったのである。今回五つの句を読んだが、どれが一番いいのだろう。二三日経つとどれか一つが輝き出すかもしれない。一つも輝かないかもしれないが。